こんにちは、中村玲奈です。私は今どこに来ているかと言いますと、じゃーん、浅草、イエーイ。ということでですね、私の電子代は中村玲奈の休日 Vlog、 イエーイ、よいしょ結構普段プライベートでこう浅草に来ることが多かったので、リアルな過ごし方を皆様にお届けできたらなと思い、浅草にしました。ちょっとせっかく浅草に来たということで、こう着物を着て浅草を巡るっていうのをやってみたかったので、ちょっと今日はそちらの方をやっていきたいなと思います。ありました、沢田屋さん、ここのねお店の着物を着たかったんです。私は早速入りたいと思います。失礼します。こんにちは。ちょっとカメラ回しても大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。嬉しい、めちゃくちゃ来たかったんですいっぱい、あら、かわいい、かわいい、なっちゃうね、かわいい。でもグレーかわいいですね。じゃーん、着替えました。すごい、見てこれ、念願のまあ私の大好きな水色とこのキラキラをたくさんふんだんに使ってもらって、あとこれトーク帽って言うんですけど、私これもつけたかったんですよ、めちゃくちゃ。なんか念願の本当につけれて嬉しい。じゃあこれで浅草の方を早速巡っていきたいと思います。楽しみ。いいね、かわいいし。はい、続いて私がやってきたのはこちら、金魚すくい。見て、外観も可愛いし、ほら。ではちょっと早速ねやっていきたいと思います。待って、射的あるんだけど。射的、やりたい。これいいのかな。あ、こんにちは。あ、ちょっとすいません、カメラ回っても大丈夫ですか？やったー難しい。せーの、やった、きた、イエーイわー、倒れたけど2個ゲットした、イエーイ。じゃあね、金魚やってみようかな。いきますね、こんな感じ。わー、金魚すくい、はい。わー、見て、すごい。はい、ありがとうございます。ちょっとこれじゃあ、はい、ありがとうございます。こっちが、こっちが表、反対が、反対、こっちが表です。こうすくんですか？へえ、これはこの中ですかね。そうです、この中ですくった金魚を入れてもらいます。うわー、どうしよう、すくえるかな。いやー、ちょっとどうしようはー、取れないよ。はい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 、一匹、ふぅ、わー、入った、わー、取れた、ざむき、わー、え難しい。いや、本当にね、楽しかった。ちょっとお腹空いてきちゃったから食べ物探します。今度メンバーの子とかとも来たいな、一緒に来て、たまみとかね言ってくれそう、一緒に、好きだから。今浅草の仲見世通りから、ちょっと離れて、ちょっととある目的地に向かっているんですけれども、はい、ということで、っていう風に話してる間に到着いたしました。こちら、じゃーん、鈴木園さんです。これは抹茶のお店なんですけど、ジェラート、世界で一番濃い抹茶ジェラートが食べれるお店っていうことで、私ここね
坂口珠美と2人で一緒にここ食べに来た思い出のお店なんですよ。その吉田屋のクリスティと一緒にここに来てこのお団子も食べたりとかして思い出の地なのでそんな思い出があります。めちゃくちゃ美味しいんでちょっと食べたいと思います。わー、見て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 、ほらめっちゃこんな感じ。ジェラートエステ、濃さ選べるんですよね。美味しそう、色が全然違う。じゃあこの一番濃い、はい、ジェラート、じゃあ抹茶ジェラート、いただきます。冬に食べるアイスめっちゃ好きなんですけど、分かる人います？こたつの中で温まりながら食べるアイスが最高なんです。たまみにさ、昨日ちょうどお仕事で会ってて、明日行くんだっつったら、いいなって言ってたから一緒に行きたいな。またラスト一口、うん、おいしそう。ごちそうさまでした。じゃあ次は、まあ、早速なんですけど、私知ってる方もいると思うんですけど、ガチャガチャめちゃくちゃ好きなんですよ。でね、浅草来たらいつもやって帰るんですけど、私がやりたかったガチャガチャがなんと在庫調べたら浅草にあったんで、ちょっともうこれはやるしかないと思って、ちょっと今から向かいたいと思います。やっぱいくつになってもね、ガチャガチャって本当魅力的なんですよ。子どもの頃って一回に命かけてもう欲しいの手間しようにみたいな、あれがすごいいいですよね。あら、フラミンゴ、フラミンゴといえば山下美月ですねあ、そう、なんかね、昔っていうかちょっともうちょっと前なんだけど、フラミンゴのガマ口のお財布があって、わ、めっちゃ山下やと思って、山に買ってくか買ってかないか迷って、で結局買わなかったんだよ。あ、ここガチャガチャ到着しました。ここのねガチャガチャ、私ほぼ毎回来てます。たくさんあるんですよ、ほんとめっちゃあんのよ、ほら種類が。かわいい、見て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 、パンの音もだって、ね、さ、こういうの大好きなの。おにぎりのぬいぐるみもある、かわいい。いや、テンション上がるガチャガチャコーナー、ほんとにちょっとガチャガチャじゃ回そうかな。お、来た、じゃあ回します。ちょっと開封しますね。パカ、おっとおっと、かわいい。ちょっとね、これお見せできないんですけど、大事にし、あ、見せちゃった大事にします。あ、嬉しい。さあ、ということで長見世通りの方にやってきました。すごいですね、さすが人がにぎわっております。どっから見よっかな。この中見世通りのなんか路地ちょっとね横に入ったところに、あそこの海苔屋さんの海苔めちゃくちゃ美味しかったんだよなごめんね、全然関係ない話しちゃったちょっとさ、見つけちゃったからさ、やっぱ触れないわけにはいかないじゃん。こちらです、浅草海苔。ここはメンバーの吉田屋のクリスティと一緒に来たんですけど、ここで買った海苔がもう本当に美味しくて、ご飯のお供で食べてました次どうしようかな、プランは全然ないんですけど、でも甘いもの食べたからしょっぱいの欲しくなっちゃったな。なんだっけ、浅草にさ、めちゃくちゃ有名なあれありますよね、メンチ、浅草メンチみたいな。やばい、今日食べてばっかだよ、どうしよういいもん、頑張ればいいよね、これから。すいません、浅草メンチ1個お願いします。はいはい、買えました。ではいただきます。うん、すごい、肉汁がすごい、おいしい。あー、めちゃくちゃあったかいし幸せ。うわ、
ではお目当てのおみくじにね、行きたいと思います。ここのね、浅草のおみくじはなんか今日が多いっていうのをよく聞くんですよ。だからね、ドキドキ。じゃあおみくじ引きたいと思います。じゃあ引いて、39番出ました。え、待って、やばい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 、ちょっと待って、ねえ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 、待って、まさかのフラグ回収しちゃったんだけど、今日なんだけど、これはやばいぞ、これはやばいぞ、うん、OK。 え、待って、ちょっとやばいやばいやばい、嘘やん、絶対嘘。え、89番、大吉よかった大吉やった。はい、ということで、無事におみくじも引けましたので、そろそろね、終わりの時間かなと思います。まあこんな感じのね、ゆるっと動画も楽しんでもらえたらいいなって思います。ぜひ皆さんも浅草来た際は、私のおすすめスポットを見てもらえたら、行ってもらえたらいいなって思います。そうだ、あとね、私がこの今回のいろいろお店回った時にたくさんね、可愛い写真とかも撮ったので、その写真は、この電子台終わった放送後に私の公式のインスタグラムの方にアップする予定ですので、ぜひぜひフォローまだだよって方はフォローしてもらえたら嬉しいなって思います。以上、中村れのの休日 Vlog in 浅草編でした。バイバーイ。